アイスホッケー女子日本代表スマイルジャパンはきょう来年2月の北京オリンピック内定メンバーを決めオンラインで発表しました北京オリンピック代表に内定したのはキャプテンの大沢千穂選手や39歳の久保花江選手ゴールキーパーの藤本奈々選手ら3大会連続代表の経験豊富なメンバーに加え 姉妹で選ばれた帯広出身の志賀葵茜選手、山下光史織選手ら合わせて23名です。多くの皆様に勇気やパワーを与えられるような結果、そして4年前より強くなったスマイルジャパンをお見せできるようチーム全員で準備していきたいと思います。愛園ホッケー女子は来年2月3日にオリンピック初戦を迎え、ベスト4以上を目指します。